はい、今日ですね、この前買ったデニムの裾上げしに行きます。で、今日は、新しいキャラクター紹介します。はい、どうぞ。はい、どうも、のっちです。今日は、新進チャンネルの専属カメラマンが不在ということで呼び出されました。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、格好が被っております。被ってます。XL でも撮ったんですけど、多分 L で
でも美味しい。ちょっと揚げて、ちょっとしてあげて、でも美味しい。ここに具があって、一パンだったり、はい、やっぱりここの広さと。
そうですね。めっちゃ我慢してて、洗いたくなっちゃうんですよ。洗った方がかっこいいですよ。何でも。ちょっとこの、希望シワってしまう。あと、希望だった感じも。なんか42、どうですか？42の洗い、洗い。かっこいいな。かっこいいぞ。この上からかっこいいぞ。カウンター開けちゃえば。ですよね。完成ですよね。でこれでミリタリー系の、あー、いい M51 かなんかで、はいはい、ロングだけの感じもかっこいいですね。かっこいいぞこれ。いいな。やっぱ改めて着るとやっぱ。やっぱね、原点に帰ってくるね。ちゃんと着てますよね。同時期の方がいいと思うんですよ。そうですよね。セットアップにずれるのやるんですよ。めちゃめちゃいいっすよ。かっこよ、これ。本人のサイズ感、それこそ俺ちょっと見て、いや、なんかでもそれだったらニットの中やめてとか、ワンコぐらいだとしても別にはない。ダメですよ。ダメですよ。いや、俺裾上げしかしに来てないから。はい。はい。いやー、どうでした？最高でしたね。シンシンさんの裾上げついてくるだけのつもりが買っちゃいました。さっき買った黄色の黄色のパーカーを LVC の買っちゃいました。はい。いや、めちゃくちゃ似合ってました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まあなんかどっちのお買い物編みたいな感じの動画になりますが、はい、こんな感じで。こんな感じで。はい。次回からレギュラー出演お願いします。そうね。はい、ぜひぜひ来ていただいて。はい。はい。じゃあまたやりましょう。はい。はい。ありがとうございました。バイ。バイバーイ。